煙出したいねって。あ、煙出したいね。パってこいよ。いってー、いってーよ、やめてくれ。それ人に思いっきり撃つ感じの警官っすか。動かん、あれ止まった。あ、てか警官、ね、あ、動いた、止まった。はい、警察です。そんな人に、ね、人に撃つ感じのやつなんですか、それは。あ、そうっすよ。え、撃ってもいいっすか。直近内容じゃないですか。撃ってもいいっすか。撃てるもんなら撃ってみろよ。え、撃ってもいいっすか。おいよ、全量ない。ブルブル、何してんのこれ。あー怖いよ。もうそんだけ喧嘩だ。ほらこうなるから、きなこさん喧嘩は売らない。これなんで、なんで、なんで、なんだ。あ、これか。もういるくね、人。え、今逃げてない。なんかすいません、止まってください。止まってください、止まってください。止めてみろ、止めてみろ、マジか。止めてみろって言ってた、嘘でしょ。すいません、現金輸送車襲撃、スタイリッシュヌーブさん逃走中です。これ山が…山間部を逃走中。え、ねえ、エミオさん、関さんにウェイポイントつけれる。関さんはね、あの救急隊じゃないのよ。退勤してる。あ、そうなんだ。もう違う、退勤じゃなくて、もうやめてんだ。必死でやめてる、うん、東に逃走中です。そうなの。そうよ、車が確保です。そこです、そこです、容疑者そこ、それ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 、一旦確保お願いします。動くな、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 はい、止まってください、警察です。何ですか。あなた今何してたんですか。僕は走ってましたけど。走ってた、現金輸送車に近づいて走ってたんだ。走ってました、走ってました。じゃあ今、あの警察たくさん来ますから、ちょっと待ってくださいね。いや、何したんですか、僕って今。僕って今、逃げない、歩かない、動かない。なんか落ちてきたよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。そうやって、さっき犯罪しないって言ったじゃん、もう。いや、初めてやりました。初犯です。あの、すいません、止まってくださいって言ったら、捕まえてみろって言って走りましたよね。はい、公務執行妨害です。はい、署まで連行してもらえれば了解です。公務執行妨害50万円ですか。精神命令無視。はい、バイク、車用ひどいんでヘリにしてください。いや無理です。いや無理です、無理です、それは。嫌なんで。わがまま言わないでください。お願いします、笹さん。はい、これ動く、動いてるわ。ちょっと待って、ちょっとね、バイク最近変えてたから馴染まなかったな。あ、操作性が馴染まなかったな。やめてください。馴染まなかったの、やめてください。馴染まなかった、やめてください。ちょっと、これ状況教えてよな、エビオ。状況教えてくれよな。いや、もうこれいきますよ。エビオ、状況教えてくれよ。お前、なんなんだよ。なんでエビオに話しかけんだよ、仲間か。いや、じゃあ救急隊が操縦、救急隊が操縦してるから。ちょっと後ろ電話出てきたんだけど、電話出ていいですか。ダメですよ。あ、無理です、無理ですよ。電話が、あの、お母さんからです。お母さんも多分許してくれ。手錠外してくれませんか。あの、お母さんがちょっと今お母さん入院してて、ちょっとこれ出なかったらもうこれ恨みますから。あっ、いや、ダメ、もう痛え、死にそう。帰ったら直してもらいます。メスさん、これ署に着いたら関さんのこと殺し、あ、うん、殺して全然いいし、でも牢屋に入れてからね。オッケー、金取ったらダメ。あ、いいんじゃない。あ、いいんだ。なんで。え、もうこの、え、だって関さんもう医療関係の方じゃないんですよね。医療関係じゃないけど、医療 OB なんで、いつ も あ、先輩風吹かせてるやつだ。いっちゃうざいやつや。いや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 、あのね、僕が辞めてからどれだけ救急隊が腐ったかね。終わってますよ、救急隊は腐ってますよ、もう。説明しますよ、僕が。ん、笑いざらい、ちょっとそちらも聞かせていただきたいですね。あー、手錠いて痛いですか。危ない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 。大
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、エビオさん。大丈夫ですよ。この車ね、ハンドリング終わってるっす、ちなみに。あの、この後、うちの工場来てください。あの、改造しますんで。あの、もしこのまま直接工場に来てくださるんだったら無料でやりますよ。いや、工場に来てくださるエビオさん、大丈夫？エビオさん、死んでる。ああ、悪徳警官が。なんだ、3人のエビオを殺した。殺してない。悪徳警官が殺してない。静かにしなさい。静かにしなさい。真実を知ったエビオ救急員が殺されました。静かにしなさい。怖いよ。あんた今までどんな悪さしてきたの。ほぼしょうがないですよ。僕裸で市役所前ふらついてたら、はい、社分にショック聞かれたぐらいですね。初犯ですよ、これほぼ。あれもこれやってないんで。一応前科になるんすかね、それは多分。あ、そうですね、裸でうろついただけです。あ、なるほど、なるほど。あ、痛い痛い痛い。じゃあちょっとこの、おトイレとかも自由にしていいんでね。おい、タバコを吸うな。すいません。脱ぐな。が殺したら犯罪者になります、これって。メトさん。え、なんかこの後、ちょっとすぐ出てやらなきゃいけない用事とかあるんすか？タバコを吸うな。タバコを吸うな。ちょっといいじゃないですか、タバコ。ストレスやばいんすよ。警察はストレス感じないかもしれないですけど、一般人ストレス値やばいんすよ、吸わないと。そうなんですね。びっくりした。いろいろ大変なんですね。ちょっとアイテムも見せてもらいますね。一応お客様待たせちゃってるってところあるっすね。なるほどなるほど。そしたら反省の色が見られるのであれば、まっすぐ全然出してもいいんですけど。すいません。二度とやりません。よかった、関さん早めに出れて。あ、よかった。じゃあメカニックの仕事頑張ってくださいね。頑張ります。真面目に。あ、いてー。なんで。もう二度と来るなよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、先生。あの、後から罪とか出てきてもなんもないんですか。洗ったんで、後から出てきても追及は基本的にしないつもりですよ。現場検証したのって笹さんですか。いや、なんかね、ちょっとね、今のって高級車強盗じゃないですか。はい。やったのが関さんが初めてで、なんか現場行ったんすけど、はい、なんかその、はい、トラック消えちゃってて検証できなかったんすよね。あー、消えちゃったんだ。トラックが消えてるってのは運転手死んでるんで NPC 殺人罪プラス50万本当は取れますね。ありがとう。まあまあ、NPC を殺さないと車が止まらないので。あ、そうなんだ。取り損ねてます。助かりました。次から逃がしてください。あと、助かりました。これをやった場合、まあ僕が誠実な警察のお隣さんでいたいんで、これをやった実行犯はおそらくアングルグラインダーっていう違法物かな、これ持ってるはずなんで、本当は押収しないとダメですね。あー、へー。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うるかさん、うるかさん。